どうもヤクタウンです。今日は本場香川のさぬきうどん店、この3店舗を一気に見れる動画作ってまいりました。それではどうぞ。ここでお知らせです。6月の29、30日とイベントがあります。マークイズみなとみらい、ゆったりのんびり香川旅ということで、高松空港さん、香川県さんとのイベントです。宿も来ます。僕はガラポンのとこでずっといますので、ぜひ遊びに来てみてください。どうも、ヤクタウンです。さあ今日もヤマハ SR400 に乗って、さぬきうどん屋さんの方へ向かっているんですけど、今日のお店はですね、なんか動物園みたいな感じの製麺所さんって言ったらいいかな、工場の末端にあるところなんで、ちょっと行ったら分かると思います。ということで安全運転で行ってきます。はい、ということで今日は香川県丸亀市のさぬきうどん屋さんに向かっています。最寄り駅が丸亀駅で 1.4 キロ程度離れた位置、周辺のうどん屋さんとして石川うどんさんであったり岡島丸亀店さんがある大体あの辺りです。食べログの点数が 3.49 点、 Google の点数が 3.8 点となっていました。定休日は元旦のみとなってて、基本無休でやられてます。そして営業時間が早朝の6時から15時半までとなっています。ということで到着です。はい、ということで到着です。こちらですね、うどん屋さんの横に、製麺所宮武さぬき製麺所さんがあります。これ宮武さぬき製麺所、製麺所がこう真隣にあるうどん屋さんで、こちら丸亀市にある真心さんの方に来ています。さあ早速うどん食べていきましょう。朝うどんです。それでは入店していきましょう。こちら製麺所が経営するセルフうどんの老舗となってます。もちろん麺には宮武さぬき製麺所さんの生地を使っています。早朝6時開店の本当に香川でも貴重な朝うどんができるお店で、製麺所さん直営のこちら真心さんで FC 展開もしていて、それは生き生きうどんっていう名前でお店展開してます。動物園見たいって僕は動画の冒頭で言ったんですけど、これですね、今はちょっと面影少ないんですけど、本当昔々は犬のシェパードとか、あと鳥とかウサギとかコイやらを飼ってたっていうことで、でその中でなんと今はコイ飼ってるんですよ。しかもそれめちゃくちゃでかいです。こんにちは。うどんは王道メニューからちょっと変わったオリジナルメニューまでいろいろ揃ってます。いいですか。どうぞ。とろろぶっかけのあったかいにします。はい、醤油かけるか、だしかけるか選べます。うわ、どっちがおすすめですか。そうですね、私は醤油です。あ、じゃあ醤油でいきます。はい、とろろ系は、珍しいは珍しいんですけど、時々見るかなっていう感じで、ほんでここだけしかないようなオリジナルメニューっていうのがいくつかあって、例えば青さうどんとか冷や玉うどんって言って、なんか冷たい卵でこうトロトロになっとるやつとか、僕昔動画にもさせていただいてるので、ぜひそちら見てみてください。ちなみにかけうどん、こちらで頼んだ場合は湯煎やら、あとだしを入れるのやらがセルフで、しかもそれがちょっと動線がこうまっすぐ行けばいいんじゃなくて、ちょっと変わってるんで、それ後で店内移すときに説明させていただきます。はい、ありがとうございます。うどん受け取ったら次に天ぷらが並んでるんですけど、これがまた種類も多いし、ほんで量も一個一個の量もすごい多いんですよね。これが新作ですね。この点おすすめですね。かき揚げバージョンとごぼうの丸太です。両方いっちゃいます、はい、新作と聞いたらもう取らない手はないですよね。ということで、今回天ぷらはですね、ごぼう尽くしでいこうと思います。この後ご飯類もいっぱい並んでて、おにぎり、いなり、チラシ、背中側には野菜とか、あと惣菜とかもあるんで、自分でオリジナルの定食みたいなのを組み合わせで作ることもできます。お願いします。よろしくお願いします。それでは改めて今日食べに来ているお店はこちら、手打ちうどん真心さんになります。駐車場なんですが、こんな感じでこのお店の真横ですねに、宮武さぬき製麺所っていう、もう製麺工場があるんですよね。でそれを飛び越えたら製麺所の駐車場兼
このお店の駐車場っていうのが揃ってるので、こちらの空いてるところに停めてお店の中入ってみてください。それでは店内見ていくんですけど、今正面に見える扉が今回僕が入ってきた入り口になるんですけど、こっち側にもあの座敷とあとテーブル席揃っています。ほんで注文の動線なんですけど、まずこれ右手側にメニュー飾ってあるんで、ここで注文してうどん受け取ってください。でこの並びで天ぷらとかご飯とかあるんですけど、あのかけうどんを頼んだ場合この反対側なんですよ。この反対側に湯煎するところがあるんで、こちらで麺温めたい方は温めて進んでいってください。ほんで右手側にレジで、左手側にあのお土産うどん置いてあるんですよね。だからここで食べて美味しかったっていう方はもう店舗で直接お土産うどん買って帰るっていうことも可能です。ほんでお会計が終わって、こっちが広いところになるんですけど、こう長机で奥にも座敷席揃ってます。で右手側にあのかけうどん頼んだ場合のかけ出しのタンクですね、これコックひねって自分で入れてください。でその奥に薬味置き場があって、これも本当いろんな種類があるんで好きなの入れてください。で右手側に見れるあのベルトコンベアにあの返却用の食器もうお盆ごとポンって置いたらあの勝手に流れていくっていうようなシステムになってて、その正面こちらですね、もう鯉がねいるんですけど、これ映像でちょっとねいまいち伝わらないと思うんですけど、めちゃくちゃ太いんですよこの鯉が。本当にねもうあのこれもう見てもらったら分かると思います。こんなでかいんかっていう結構ね感動するレベルなんで、あの動物好きの方もぜひこれ見に来てみてください。これも撮っていいんですかね。どうぞ。それじゃあサービスになってます。はい、レジ横にこの昆布の佃煮があって、これはご自由にお取りくださいなんで僕もちょっといただきます。これどこだっけ。それでは薬味も入れていきます。ネギ、天かす、あと生姜に大根おろしで、レモンで、ソース系ソース類もかなりいろいろ揃ってたんで好きなのかけてください。それでは空いている席で食べていきましょう。それではいただきます。今回頼んだのはとろろぶっかけのぶっかけと言いつつ、今回僕はだしが醤油バージョンにしました。ほんで天ぷらでごぼうのかき揚げとごぼうの丸太揚げ取ってます。とろろの真ん中の上にうずらの卵が乗ってるんで、これもとろろに溶いていただいていきます。ちなみに醤油は最初からかかってました。麺なんですけど、もうあのさっきお箸で持ち上げてるの見て分かる通りに、もうめちゃくちゃこう伸びるようなすっごいしなやかなうどんとなってます。ほんでこう噛めばむにゅっとしたようなコシで、もういわゆる女麺系っていうのにすごい値するなって思います。くにくにっとした食感の中細麺で、このソフトな感じがすっごい個人的に好みなんですよね。めちゃくちゃ美味しいです。高水麺っていうやつで、まあツヤツヤな表面、さらにここにとろろが絡んでくるんで、ただでさえ喉越しがいいうどんにさらにこう山芋でズルズルって飲めるような感じになってます。このとろろも量が多いし、ほんで量が多いがゆえにこの味も一緒に食べて濃いんですよね。普通に食べてたら結構ね最後とろろが余る感じになると思うんで、あの遠慮せずあのがっつり食べて大丈夫だと思います。でここで僕ちょっと席を離れたんですけど、これですねさっきの薬味置き場のとこ行ってわさび取ってきました。とろろにわさびはもう鉄板ですよね。こんなん絶対合いますよね。美味しいです。でただ個人的になんか冷たい麺の方がよりなんかわさびとろろとかの組み合わせとはあったかもなっていうふうに思いました。もちろん高いものでも美味しいんですけどね。それではごぼうのかき揚げの方からいただきます。まずボリュームが本当すごかったです。なんだったらもうこのかき揚げの高さがありすぎてちょっと食べにくいくらい大きかったです。細切りのごぼうのこのシャキシャキっていう食感に、衣もあのごぼうとごぼうの間まで入ってるんで、このザクザク食感もあってすごい美味しかったです。それではごぼうを半分に割って串で刺したごぼうの丸太天もいただきます。こっちは柔らかくなるまでこうごぼう自体が煮込まれてて、こうかなりホクっていうような食感でした。この甘さと大きいんでこうごぼう自体の味もすごい感じやすくなってます。
それでは最後の一口いただきます。茹でてから30分以内の麺をっていう風にホームページに書かれてたんですけど、これ美味しさの維持ができなくなる前にもう提供するようにしているっていうことで、それをこう、うどんは生物であったり、あとうどんの刺身っていうような表現をされたりするのが、あ、すごい的を得とるなっていうような感じのうどんを提供されているお店です。讃岐うどんの老舗製麺所さんが作るこちらのうどんはなんとネットでも購入できます。下の概要欄とかとコメント欄の方にリンク貼り付けておきますので、気になる方ぜひ見てみてください。もちろん店舗に来て購入することもできます。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。どうも、ヤグタウンです。さあ今日も SR400 に乗って讃岐うどん食べに行こうと思います。今日のお店はですね、ちょっと秘境って言ってもいいんじゃないかな、かなり見つけにくいような場所にある、ひっそりとこの地元民たちのために佇んでいるような、そういったお店に向かっていこうと思います。はい、それでは今日も安全運転で行ってきます。はい、ということで今日向かっているのは香川県丸亀市の讃岐うどん屋さんです。最寄り駅が丸亀駅で850m程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては綿屋丸亀店さんであったり、石川うどんさんがある大体あの辺りです。食べログの点数が 3.52 点、 Google の点数は 4.0 点となっていました。定休日は毎週水曜日で、月末は火曜日水曜日がお休みとなります。そして営業時間が早朝の6時半から姉妹がちょっと早く13時半までとなっています。ということで到着です。はい、ということで到着しました。これ見えますかね、もう港なんですよね。真ん前が港です、海。ということで今日は丸亀市の空海さんの方に来ています。それでは食べていきます。それでは入店していきましょう。こちら注文を受けてから作ってくれる形式の専門店となってます。うどんはすべて手作業、手作りの無添加でやられているということで、中華そばも置いてたりします。入ってすぐ注文になるんで、このレジ側の張り紙見て決めましょう。柏天ぶっかけのはい、お願いします。今は開店が早朝の6時半からで、まあめちゃくちゃ朝早いんですけど、どうやらですね、昔隣の魚市場が稼働してた時はそれに合わせて朝の5時から営業されてたみたいですね。めちゃくちゃ早いです。おでんも取っていいですか。ありがとうございます。ということで、おでんとおきやはセルフになります。天ぷらはセルフじゃなくて、注文したら揚げてくれるような形になってます。今回僕はうどんとガッチャンコになってるやつ注文したんですけど、単品からでも注文できます。この赤いキツネのバケツに鶏皿があるんで、ここに好きなのを取って食べていきます。ということで僕は今回この牛すじかな、牛アキレスかなのおでんにしました。味噌とかあとからし置いてあるんで、これは好みでかけましょう。ほんで何を取ったかっていうのはお会計の時帰りになるんですけど、その時に自己申告となります。それではうどんできるまで少し待ちましょう。よろしくお願いします。それでは改めて今日食べに来ているお店はこちら、空海さんになります。駐車場なんですけど、これちょっと直接詳しく聞けてなくて、ネットで調べた情報にあるんですけど、魚市場さんの駐車場を使っても大丈夫だよっていうのが出てきたんで、多分ねこの辺りの空いてるところを止めて大丈夫なんだと思います。ほんでこれが丸亀港になるんですよね。だからもうお店ちょっと歩いたら目の前が海っていう、すごいね、なんかこう雰囲気、ロケーションがなんかすごいちょっと隠れ家的な立地にあるうどん屋さんだと思います。そして店内がこんな感じになってて、これお店入ってすぐが注文口で、ね、その前におでんとかが置いてあります。壁際にはカウンターで、奥にこういう風にテーブルが並んでます。ほんで一ちゃん奥に行くと座敷席が一つ用意されてて、あんまり店内めちゃくちゃ広いっていうわけではないんで、空いてる席に座ってください。はい、どうぞ。始めました。お待たせしました。はい、番号札みたいなのはなくて、もう注文した商品名で呼ばれるんで、その注文した順番で、あ、自分これだなっていう時に取りに行ってください。注文口のところのお盆に載せてくれてるので、お盆ごと持っていきましょう。それではいただきます。今回頼んだのは柏天ぶっかけで、これどうやら常連さんがよく頼むメニューみたいです。ほんでおでんで牛すじ取りました。めっちゃ大きい柏天が5個も乗ってました。でも、まあ、一旦よかして麺の方からいただいていきます。
麺は一本一本がすごい短めなんですよね。ほんで太さも細いんがあったり細いんがあったりってかなりまばらでした。他のお店ではもう本当なかなか見ないようなかなり特徴的なうどんだと思います。というのもどうやら大将は独学でうどん作りを始めて、それでいてもう機械を一切使わず手作業でやられているということをあのネットで調べたら出てきたんで、だからこそもうこうやってかなり特徴的なうどんができてるんだなって思います。ほんでこうニュルッとしたような結構柔らかめな食感 で短いんで一本一本がすするのが苦手な方でも食べやすいうどんだなと思います。ぶっかけだしはこの見た目が結構色濃く出てて、そのイメージ通りな濃い味でなんどっちかといったらこう醤油感が強みに出てる感じがしました。それでは柏天もいただきます。柏天はもうすごい柔らかい肉質の鶏で、あの噛んだらもうめちゃくちゃジューシーですごい美味しかったです。ほんで注文してから揚げてくれるんで、まあ、もうあの湯気見えるとおり、もう熱々なんですよね。んで、だしに浸ってないところはもうサクッとして、この衣の食感もいいです。香りがちょっと独特で、なんか発酵したような香りが、こう天ぷらからかだしからかちょっとどっちか分かんないんですけど、みたいなのを個人的には感じました。もう全体通して王道っていうようなうどんではないんですけど、この個性的なのがいいって言ってもすごい通ってる人がいるのもすごい分かります。それではおでんの牛すじアキレスなんですかね、いただきます。トロトロなタイプではなくて、こうちょっとコリッとした食感が残ったような牛すじでした。さっき食べた鶏天もあとおでんもなんですけど、なんかこんなんビールと一緒に食べたらもう相当美味しいやろうなっていうのを勝手に想像してます。それでは最後の一口いただきます。このレトロな雰囲気とあと立地に個性的なうどんっていうのが、なんかこうちょっとこのお店知ってたら2っぽく見えるような、あのそんな感じのかっこいい感じのうどん屋さんだなって思います。他のメニューにあった牛すじうどんは観光客の方に人気であったり、あと中華そばもスープが自家製でっていうことが調べたら書いてたんで、もうそれもすごい気になります。またいつか食べてみたいと思います。はい、ということでとても美味しかったです。どうもごちそうどうも、ヤクタウンです。今日もですね、ヤマハ SR400 に乗って讃岐うどん屋さん行くんですけど、今日はですね、三冠うどんコレクションスタンプラリーの対象店の一つに行こうと思います。そのお店、YouTube やられていて、最近全然更新がないんですけど、現地ですね、ゲストの方と、お茶合わせする予定になっておりますので、そちらも楽しみにしていただければと思います。ということで、今日も安全運転で行ってきます。はい、ということで今日向かってるのは香川県三豊市の讃岐うどん屋さんです。最寄り駅が高瀬駅で 4.2 キロ程度離れた位置、周辺のうどん屋さんとして岡村さんであったり須崎食料品店さんがある大体あの辺りです。食べログの点数が 3.81 点、100名店にも選ばれていて、 Google の点数が 4.1 点となってました。定休日は毎週火曜日で、火曜が祝日の場合は営業されてて、よく水曜日がお休みとなります。営業時間が平日が10時から14時まで、土日祝が8時から14時までとなっています。ということで到着です。ということで到着、すごいなトラックがトラックがよく通る道なんですけど、こんな感じで川沿い、めっちゃ景色がいいところのお店ですね。ということで今日来ているのは三豊市にある本格手打ちうどん森さんになります。ちょっとね早く来すぎちゃいましたということで、ゲストの方と合流して、10時過ぎてから入っていこうと思います。よろしくお願いします。ビバスナットのマサさん、おはようございます。ビバスナットのマサです、よろしくお願いします。もうバンドがビバスナット名、じゃあビバスナット名じゃない、バンド名がビバスナット。あ、そうですね、バンド名ビバスナットYouTube もやられとって、音楽とうどんの融合。そうですね、音楽と、ごめんなさい、讃岐うどんと音楽のコラボ動画を撮らせてもらってます。動画も見て、山口さん、山口さんおはようございます。あ、びっくりした。はい、今日おうどんクラブとコラボで。あ、そうですか。いや、嘘っすよ。あ、ずれずれ。ずれずれ。違いでしょ、まだ。走りですか。そうそうそう。あ、お久しぶりです。
いや今日あの食べようと思ってで、うん、そうそう食べようと思ったんと一緒にこれチラチラ三冠スタンプラリーも僕はやろうと思ってるんでじゃあ3人で行きましょう。はい行きましょう。そう山下さん偶然お久しぶりで、そう3月入ったから限定メニューが変わったんですけど、はい、私も僕このスタンプもねちょっと迷いながら、そうそう、いやでもやっぱ限定がめっちゃうまそうで、この限定メニューめちゃくちゃ美味しそうですよね。カレー中で決めますか。入りましょうか。こんにちは。さあどこ行こうかな。テーブル行きましょうか。なんでね。これを。最高。早く食べたい。あちらライス付きで。あライス付きとかもできるん。あじゃあそれで。ライス付きで。ライス付きで。はい、いやいやっぱいや僕もごめんなさい一緒でいいですか。ライス付きでいいですか。はい、ライス付きでお願いします。はい、お待ちください。ということで改めて今日食べに来ているお店は。こちら本格手打ちうどん森さんになります。駐車場がこんな感じにお店のこの真横のところスペース空いてるんでこちら止めれるのと、ここがいっぱいだった場合はもうちょっと南手側に行ったらこの横断歩道ありますね、ここを通ってこちらの広い空き地、こちら第二駐車場となってるのでこっちに止めてちょっと歩いて森さん食べに行ってみてください。店内はこんな感じになってて、こちらサービス店となってるんですけど、おでんとかおにぎりはこの入り口入ってすぐのあたりに置いてあるので、それはセルフで取るようにしてください。壁際にカウンター席、真ん中にテーブル席があって、この入り口のところに、はい、うどんコレクションスタンプラリー3巻置いてありますので、ぜひ皆さんも参加してみてください。はい、お待たせしました。ありがとうございます。いただきます。はい、おそろうわーめっちゃいい。あーもうキーマカレーの匂いがね、すごい。あ大スインしました。美味しそうですねこれ。香りがいい。香りの強い。そう香り爆弾ですよこれは。ツヤツヤですわ。うん。伸びますよね麺が。うん。見てわかりますもん。麻婆もでも美味しいですよ。麻婆。麻婆美味しい。うま。いただきます。はい。いただきます。美味しそう。うまそう、マジで。ね、半分に分かれとると。こっちがカレーで、こっちが麻婆だ、うん。いつもこうやってカメラがすぐ横にある感じなんですね。あ、そうそう。めっちゃ近いんです。確かに麺長いな、これ見てて。見てて分かれる。うん、うまい。やっぱそれですよね。キーマカレーもすごい美味しいんですけど、やっぱ僕どう考えても森さんもう麺が抜群にうまいと思うんですよ。もう圧倒的なんかすごいむにゅっとした腰、めっちゃ麺が伸びるんですよね。そうなんですよね。しなやか系のうどんが好きな人もう相当ここあの大好きだと思います。確かに確かに、めちゃくちゃ美味しいと思う。違いますね。ちょっとこうカレーと麻婆が残ってるところにこのご飯、暴力的に食欲をそそるこれやばいですね。これ行っちゃっていいですか。一緒に行っちゃっていいですか。あ、置いた。店長さん、いいですかこれ。いいですか。違法ですか。違法です。法律通りで。法律違反です。ダッポウドうん。うん、すげえ。これご飯とうどんオッケーですね。めっちゃ美味しい。天かすをマジですか、ちょっと入れると、はい、めっちゃうまいです。この天かす、しかもただの天かすじゃないですよね。白だしかなんかで。ただの天かすじゃない、白だしを入れてるんです。ですよね。そうなんだ。これ美味しいんですよ。これだけ食べてもいけるぐらい美味しい。はい、マジですか。うんうん、これザクザク食感がしなやかなうどんとしっとりとしたご飯と絡まってめちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しい。これ天かすですね。天かすをね、白だし、わこの麺と絡んでる感じが最高。いいですね。いただきます。うまい。ご飯いきます。後飯ご飯、一気にジャンクさが増しますね。ねえ。いきます。うん、まあそれはうまいよって。それはうめえよ。めっちゃうまいです。米と合わんわけがない。よし、じゃあ最後いただきます。最後書き込みですよ。僕はマッサさんと同じで。ここもやるタウン。YouTube だとね、ほんとね、よく喋ってるイメージありますけど、無言でうどん食べますよ、これ。食べながらうどん食べれなくないですか。はい、
はい、お疲れ様です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ここでお知らせです。僕は1年かけてようやく作り上げることができた理想のさぬき丼いりこ油うどんがいよいよ完成しました。概要欄の方にある EC サイトにてご購入できますので一度ご賞味ください。やみつきになります。1、2、3、4